オロナミン C ドリンク、オロナミン C ドリンク、オロナミン C ドリンクは、大塚製薬が販売しているビタミン C をはじめとする各種ビタミンが入った炭酸栄養ドリンクである。製造は、大塚化学で、実際の製品は、大塚食品徳島工場、釧路工場、大塚製薬工場、ナルト工場で製造されている。単にオロナミン C、オロナミンとも呼ばれる。商品名は、 大塚製薬の皮膚薬、オロナイン軟膏のオロガとビタミン C のミン C を合わせたものである。1965年2月に販売が開始された。ガラス製の瓶入りで当時は王冠型のキャップが使用され、内容量は 120ml で、基準価格は120円であった。イソロイシンなどの必須アミノ酸、ビタミン B2、ビタミン B6、及びビタミン C を含む。 ビタミン B2 が含まれていることから紫外線を吸収し、可視光線として吐き出すためブラックライトに当てと光る。スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの店頭、および大塚製薬の自動販売機で販売されている。日本での累計販売本数は1985年に100億本、1995年に200億本、2011年5月に300億本となっている。 発売当初に炭酸を含んでいるという理由により当時の厚生省に医薬品としては認められないと判断された。法律の定めにより本商品は健康の保持や増進に関わる効能や効果を表示したり広告することはできない。その代わりに発売時から薬品店以外での販売が可能となった点はオロガミン C が普及する要因の一つとなった。発売当初 CM キャラクターに大村コンを起用したモノクロのテレビ CM が制作された。1971年に王冠式のキャップからスクリューキャップになったが、1985年に毒物が混入される事件、パラコート連続毒殺事件が各地で起きたのを受け、1986年、マキシキャップに変更された。少年の薬物汚染撲滅に取り組む。 夜回り先生こと水谷治の著書によれば、空き瓶の中にシンナーを入れる人がいたため現在の公式に変わったという。1995年には、姉妹品のオロナミンシーロイヤルポリスが発売された。これは、ロイヤルゼリーとプロポリスの抽出物、蜂蜜を成分に含む。2015年2月2日に、韓国での製造、発売が開始された。 韓国語表記、C。製造は、ポカリスエット同様に、グループ会社の東和大塚が担当している。キャッチコピーは、長年、元気発ツ,ラツである。2002年からは、元気発ツ,ラツとなっていたが、2011年からは再び、元気発ツ,ラツに戻している。初代テレビ CM 出演者は、大村コン。嬉しいとね、メガネが落ちるんですよ。 というセリフが使われた。1970年の日本、万国博覧会開催時には、上空で気球に乗った大村が、オロガミン C をロンマン国博へ移行、という CM があり、万博会場にある180点の全売店のうち105点で販売した。大村は発売当初から約10年間 CM に出演した。昭和40年代には、テレビ CM のほか、 大塚グループの他の製品と同様、放浪看板を各地に設置する広告手法も併用された。放浪看板には、大塚製薬がスポンサーとなっていた番組である、黄金と巨人の星、天才バカボン、いずれも読売テレビ制作や、アタックナンバー1、ミラーマン、いずれもフジテレビ制作のキャラクターが、左端下に載せられている。大村を起用した。 放浪ーー看板は映画やテレビ番組で使用されることがある。1976年から2001年まで、前述、巨人の星の協賛への縁から、プロ野球の読売ジャイアンツ、巨人の選手を起用した。CM の最後には、オロナミン C は、小さな巨人です。というフレーズが寄られた。1983年頃までは大村が叫んで、いたが、それ以降は、 巨人軍の選手が叫ぶようになった。また、C パワーが G パワーになるというキャッチフレーズも使われた。姉妹品、オロナミン C ロイヤルポリスの CM では、当時読売ジャイアンツに在籍していた松井秀喜が出演した。読売ジャイアンツの本拠地東京ドームの観客席の後ろに設置されている看板は、ホームランの打球を当てれば、賞金100万円がもらえる。 東京ドームビッグボードスポンサー賞の対象となっている。日本テレビ系の全日本プロレス中継のスポンサーであった時代には同じ系列会社のボンカレーと共にリング下や会場の壁に垂れ幕がかかっていた。女子プロレス団体の JWP 女子プロレスでも一時期スポンサーとなり会場で垂れ幕をかけていた。1991年に放送された CM で 使用された、牧秀と歌唱の CM ソング、元気の星が小中高生を中心にスマッシュヒット。読売ジャイアンツのバージョンとは別に、香山雄三や、サザンオールスターズが出演した、別のバージョンの CM も放映されていた。サザンオールスターズのバージョンのキャッチコピーは、明るく決める、オロガミンシーだった。1993年後半から1994年前半に、 かけては、木村拓也が CM に出演し、この間、読売ジャイアンツの選手が出演する、テレビ CM は中断していたが雑誌媒体の広告などには出てた、1994年から1995年には、木村の所属するスマップの歌う曲が CM に使用された、オリジナルスマイル、しようよ、頑張りましょう。1999年前半からの約半年間は、 CM ソングとして、ポケットビスケッツのマーガレットが使用されていた。2002年3月1日からは、読売ジャイアンツの選手に代わり、21世紀のユージローを探せ、キャンペーンの共賛企画として、グランプリの徳重里氏など、石原プロモーションの俳優らが CM に出演した。2004年以降の CM では、女優の上戸彩が主演者として起用され、 スポーツ選手や芸能人と共演している。CM では、ジョーゴと共演者のやりとりが行われる。共演者の応答は、初期は、オブコースだったが、後に、すっげえラツ、に変更されている。2005年度の CM は、もしも私がだったらというテーマで、ジョーゴが、俳優、タレント以外の仕事をしたらどうなるかという設定で、放送され、大統領、校長、 スポーツ新聞記者の職種をモチーフにした寸劇風の CM を放映した。2010年度の CM は、お仕事発ツー、というテーマで、架空の会社を舞台にジョーゴと吉本工業に所属する芸能人が共演している。CM において、上戸彩と共演した主な人物は、下記の通り。肩書きは出演当時のものである、お仕事発ツー。シリーズは CM での役柄。 1991年、カプコンのアーケードゲームのブロック崩し、ブロックブロックにはエリアクリア時にオロナミン C の広告が登場する。BGM は CM ソングのアレンジである。2004年からは、スポンサーとなったヒーロー番組、仮面ライダーシリーズと大アップを行っている。同シリーズの剣などに主演している役者、椿隆行などが、 番組の放送時間内にのみ放送される CM に出演している。なお2009年のリケードバージョンはリケードのみの出演で、主演の井上雅宏は声のみの登場となった。また、同年のみフレッシュプリキュアも加わった。9月より放送開始された仮面ライダー W 以降はこのタイアップが解消されていたが2016年の仮面ライダーゴーストで再開されている。 2005年及び2006年には、吉本工業所属の16組の若手、お笑いタレントによる、元気発ツ,ラツー CM バトルが行われた。この企画は若手お笑いタレントたちが、自分たちが考案出演する CM を作り、トーナメント方式で争うというものである。優勝すると、賞金8202ペソ、約37万円。また優勝者の出身地での CM 放映権を、 獲得できた。2007年には気持ちスイッチ CM バトルと名称が変更された。2010年には大村コンに変身するコンテストが行われた。2011年からは元気の現場をテーマにした CM が放映され、嵐の桜井翔が CM キャラクターに起用されている。謎解きはディナーの後でが出演者枠。 発売50周年を迎える2015年は、関ジャニエイトを新たな CM キャラクターに起用、メンバー全員が、元気発ツ,ツ隊として登場する。元気発ツ,ツ隊は、日本各地の様々な人々に、元気を注入させ、日本中を前向きなエネルギーで明るく元気に、していくというもの。2017年は、発ツ,ツタワーのある街のタイトルで、ドラマ仕立ての CM を展開。 出演者は、長山彩と、大杉さざなみ、伊藤歩美ほか。70年代初頭に放送された CM ホームパーティー編には、大村コンが家族と共に出演、本製品を材料に使った飲み物を紹介している。CM では、次男が牛乳で割ったオロナミンミルク、長男は卵で割ったオロナミン世紀を飲んでいる。これらは、公式ウェブサイトで、 元気のレシピとして紹介されている。また父、大村はウイスキー、その後輩役、古川ロックは、ジンで割り、手軽なカクテルとして提案している。これらは、2004年の富永愛と、泉谷茂が出演した CM で、再び紹介された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。